こんにちは、ここは東京台東区上野駅です。これからですね、新潟越後湯沢まで雪見の旅に行こうと思うんですが、まあ、なんでそんなことするのかというと、あの大学の宿題をね、急いでやらなきゃいけなくなっちゃったからなんですね。本当は2月の中旬までが期限だろうと思っていたものが、1月の下旬までだったんで、あの締め切りを15日も勘違いしてたんです。これはすぐやらないとまずいと思ってですね、慌ててやっている結果、あの動画はそっちのけで毎日 7、8 時間ぐらい勉強しなきゃいけなくなってるんですが、まあ、あのせっかくなんで集中して勉強できる環境も手に入れたいなと思いまして、これから電車に乗ってで、電車の中で勉強すると。私受験生の時も、ね、いっぱいそういうことやってました。すごい、あのもう電車ばっかり乗ってますから、あの電車の中が集中できる環境でいいんですよね。だから今回の旅の目的は電車に乗ることなんですが、しかしやっぱり乗るのが楽しくなきゃいけないし、乗ったからには目的地で何かしたいです。でいろいろ勘案した結果、まあその目的地としては越後湯沢ぐらいがね、電車に乗って帰ってくるだけの旅として最も満足できるのはこの辺では越後湯沢かなと思いました。最初の目的地は群馬県、10時15分発の高崎線、高崎行き普通列車に乗ります。上野駅からしばらくの間は座ることができないかもしれないですね。これじゃ勉強にならんな。 最初上野を出た時、もうその時点で座ることはできたんですが、電車は混んでいました。でも大宮を過ぎたあたりからお客さんが降りてきてね、今埼玉県の桶川とかまで来ていますが、ずいぶんガラガラの電車、これ平日の真っ昼間のね、電車に一人ブラッと乗るっていうのはすごい幸せなことですよ。ただね、せっかくガラガラになったこの電車なんですけど、この世紀で乗り換えないといけません。後から特別快速が来るんですが、それに乗らないとこの先乗り継ぎが悪くなってしまうんですね。で乗り継ぎが悪くなるとね、下手すると3時間に1本とかそういう風にことになりますんで、越後湯沢に着くのが夕方になってしまいます。そんなにこの電車も混んではいないとは思うんですけどね。でもね、ちょっと遅れているみたいで、またやっぱり早い列車の方がみんな乗りたがりますからね、お客さんも混んでるんですよ。あ、でも大丈夫だ、全然乗ってないわ、完全なる杞憂でした。上野から高崎までの車窓には良くも悪くもそんなに特徴がありません。まあこの辺りネギが特産ですからね、ネギの畑がいっぱいあるっていうのは特徴っちゃ特徴かもしれない。それからね、山がないというのも一つの特徴です。日本の国土 75% が山ですから、まあ、それに対してぐるっと見渡しても遥か遠くに山がちょっと並んでいるという程度、これはまあ日本の中で見える景色としてはわりかし珍しい方です。関東平野という感じがします。ただこの車窓を見て、おお、すごいと感じるような人はそんなにはいないのではないでしょうか。珍しい景色であることは間違いないんですけどね。遠くまで一軒家一戸建てがずらっと並んでいて、これも北関東という感じがします。列車はもうすぐ群馬県に入ります。この川を渡ると群馬県です。向こうに見えているのが上毛三山の一つ、赤城山。ちょっとここからだと見えづらいですが、もっと見える場所も後であります。上野を出て約1時間と45分、向こうに見えておりますのが春名山ですね。小学校の時に行きました。もう間もなく列車が高崎に着きます。ただ私も勉強してて全然気づかなかったんですけど、この列車ね、途中の駅で10分ぐらい遅れたらしいんですよ。でまだ5分遅れぐらいで走ってるみたいで、あの高崎の駅でここから先新潟県方面へ行く列車は1時間に1本しかないんですが、まあ、それがね、あの4分で乗り換えなきゃいけない。でこの列車は5分遅れてるから間に合わないんですけど、今車内の放送でもちょうど案内していましたが、この列車遅れてる列車を待ってから出発してくれるようです。まあ、結構こういうね、乗り換えがシビアな時はそういうのをやってくれることが多いですね。電車に乗るのはこの高崎から先が面白いですね。ここまではあの首都圏で普通に走っている通勤電車に乗っていくって感じですけど、ここから先は昔東京で使ってたような古い電車が持ってこられる、そんなエリアになるし、それから車窓もね、関東地方の関東平野がずらっと広がるっていう感じじゃなくて、ずっと山の奥の方へ入っていく見応えのある車窓になりますよ。英語のリスニングの勉強とかしてるんですけどね、まあ、ちょっと一旦これは置いといて、乗り換える電車は向かい側のあれです。すぐに乗り換えないといけないから写真撮る時間もうないな。
まで走ってきた埼玉県の方面を見るとまだ空の上には太陽が時折姿を見せて日も差しているんですが、まあ、一方でこの辺りまで来るとですね、天気もさっきまではよく晴れていたのに、このような曇り、そしてさらには前方はもう雪ですかね、そんな感じで天気の変わり目の中を走っているところです。奥の方なんかもう完全に雲になってしまって見えないですもんね。この辺りが日本海側と太平洋側の境目です。ちょっと動画には映らないんですけど、やっぱり雪が舞っているみたいですね。車内の気温も随分下がってきて足元がスースーします。ちょうどこの辺りが雪国とそうでない場所の境界です。この線路脇とか、まあ、この川沿いの木には何も付着していないんですが、一方でその裏に見える山なんかはもうこのようにたくさんの雪を抱えるようになっています。それから10分もしないでこんな感じです。列車が走れば走るほど雪がどんどん深くなっていきます。左側に見える川の名前は確か呼び捨て川じゃなかったっけ、私前覚えてたんですけど忘れちゃいました。水上駅に着く手前、この川が美しい渓谷となって列車の目の前に現れます。ちょうどいい枯山水的な眺めですね。いつもね、秋の時期の紅葉を列車の中から見るのが楽しみだったんですが、この微妙に雪がある時期の白黒と、まあ、それから本当に天気がいい時はこのバックに、谷川岳が見えるんですけれども、それが逆に見えないというのもこれまた味があっていいかもしれません。窓からは冷たい隙間風が吹いてきますが、勉強の集中力向上には大いに役立ちます。川の水だけエメラルドグリーンというんですか、緑と青が混じったような美しい色ですけれど、それがこの枯山水の中で一つだけ存在する美しい色としてね、結構印象を良くしてくれますよ。まもなくこの列車の終点、水上に着きます。水上は温泉地、ここで降りて温泉巡りをするのもいいんですが、もうちょっと勉強しなきゃいけないし、今の時期だとまだ雪がそんなにたくさん溜まってはいません。もう少し雪の深いところ、スキーの名所でもある越後湯沢まで足を伸ばします。そこでとりあえず前半戦の勉強は最後の仕上げ。次の水上駅がこの列車の終点です。すみません、ここが水上駅です。群馬県はこの水上町までです。ここから先向かい側の列車に乗り換えですが、40分ほど乗り換えの待ち時間があります。駅前でラーメンぐらい食べる時間あるかな。向こうを見るとね、雪が最近どんどん降ってきてるようですね。雪かき車両も登場してます。あれは冬の時期にしか出てこないやつです。うわ、向かい側から雪が顔に吹きつけ、全く違う世界に入ってきてしまったな。よし、とりあえず一旦駅を出ますかね。説明しなくても分かるかなと思うんですが、この群馬から新潟行くときにね、水上周辺で急に雪国になる、この感じがねすごい面白くてね、私は大好きなんですけど、皆さんもどうですか、一回乗ってみたら面白くてハマると思いますよ。何度も何度も毎年冬になると結局来てますね。水が上から滴ってますが、ここにスプリンクラーが設置されていまして、雪がたくさん降るもんですから急にもう豪雪地帯になってますんで、それが凍ってしまうと車を止めるにも不都合があるから、あそこから水を出して凍結を防止しているというわけです。乗り換え列車の出発まで25分ほど。水上駅前って言ったら、まあ、いつもラーメンなんですけど、水上駅名物のお座敷ラーメン、そんなにね値段は高くなかったと思う。もう入って真っ先に注文してトイレに行ってる間に作っといてくれました。20分で間に合いますか。余裕でしたね。中にねこう漂う石油ストーブの香りがまたいいんですよ。この駅前のラーメン屋はやっぱり速さが違います。もうトイレ行ってる間に出てくる、これいいですね。水上駅でねいつもなんでか知らないけど、お昼ぐらいに来ると30分ぐらい待たされるんですよ。待ち時間でパッとラーメン食べて、まだちょっと時間あるな。5分あれやね、温泉は入れません。水上駅の周りにすぐ入れる温泉はあんまないんですけど、ただ饅頭はあります。温泉饅頭1個80円、増税で90円になったかもしれないな。饅頭も買いましたよ、1個やっぱ90円でしたね。さっきのラーメン屋はね、10分多分入ってから食べて出てくるまで10分ぐらいしかかかってないんで、一瞬で終わっちゃったからちょっと時間が余り気味ですね。別にいいんだけど、ああこれうっかりこっち行くと大量のでかい水たまりがあるから、迂回してから行きましょう。ちょっとだけ紐出てていい感じですね。発車まであと8分。いよいよここからは国境越えです。もうすでに十分な雪国ですが、これから先は川端康成の小説の雪国にも書かれたような、もう絵に描いたような雪だらけの場所で、今年のまあ本年っていうか、そうだね、年の初めぐらいまではね全然雪が降らなくて苦労していたらしいんですけれど、今ではもうたくさんの雪に囲われているということです。
上越線普通列車長岡行きです。こういう雪に包まれたところで列車に乗るとね、結構走る音が静かなんですよ。これは電車ですからモーターの音が床の下から聞こえてきますけど、それでもね結構静か。して雪に包まれた川を上から見下ろす、もうこの辺のこの景色の素晴らしさだったらないですよね。列車の周りに積もっている雪が列車の走行によって遠くに弾き飛ばされています。お客さんが乗っていないので優先席に気楽に座れます。もうこの辺の景色は本当に見どころだらけですよ。さすがにここはちょっと勉強するって場所ではないな。ここまで来てしまうとね、特急電車とかね、グリーン車とか、それからまあなんだ四季島とかそういうデラックス車両とか日本にもいろいろありますけど、こういう素晴らしい景色の中を走る列車だったらもう乗り心地はねどんなでもいいし、座席なんかもうこんなんで十分ですよ。ロングシート、床下から聞こえてくるガタガタという音が本当に良い旅の BGM です。さてこれから列車は長いトンネルに入ります。そのトンネルを抜けるともう新潟県に入ります。トンネルの中はさすがに外の景色が見えません。鉄道マニア的にはね、トンネルの中にある駅っていうのも2つここから先長いトンネルなので、トンネルの中に2つも駅があるんですが、それは見どころですけれど、しかしずっと外の景色に注目するというわけでもないので、最後の勉強をするいいチャンスかな。向こうに一つ指添駅の上り方面のホームがあって、私の乗っている下り列車はトンネルに入り地下にある駅に到着します。と思ったらね、近頃の大学の勉強はもう紙ベースとかね、算数ドリルやるとかそういうんじゃなくて、こういうスマートフォンを使ってインターネットを利用してやらなきゃいけない宿題が多いんですけど、ここトンネルの中だから宿題できないですね。しょうがないからこれ、湯の花まんじゅう、さっき買った1個90円のまんじゅう、まんじゅうなんでね、そんなに大きな違いは感じないわけですけど、水上温泉のまんじゅうの特徴とか私は知りませんが、でも旅気分も味わわせてくれる、それはいいアイテムですよ。水上駅の乗り換えの時、時間があったらぜひ買ってみてください。このトンネルは本当にバカ長くてね、もう間もなく着くのが土合駅、トンネルの中にある駅です。まあうちのチャンネルではもう何度も何度も紹介してるんでね、視聴者の皆さんも見飽きてるかもしれませんが、まあ、今日平日なんですけどね、この電車の乗客の層を見るともうほとんど鉄道マニアしか乗ってないみたいですね。車内のお客さんの格好とか見れば大体マニアってそれらしい格好してるから、まあ、分かるわけなんですけど、それぐらいこの路線は、普段は需要がないので、列車の本数も少なく1日に 4,5 本しか列車の運行がありません。休みの日になるとね、山登りのお客さんとかで結構混雑するんですけど、今日は平日ですからね。それだけ鉄道マニアがいっぱい乗ってくる、鉄道マニアに選ばれるほど魅力的な路線であるということは確かです。前方に新潟県が口を開けてこっち見えてきましたよ。もうそろそろ列車は土樽に到着です。これ最高だと思うんですよね、いつ乗っても。列車の中も静かでお客さんもほとんど乗っていないし、何よりポカポカで、こんな楽しいところなかなかないですからね。こっちも雪かきに今邁進してるみたいだな。線路と線路の間、融雪のために水が流れているの分かるでしょうか。さっきからね、気づくかどうか分かりませんが、床下からバリ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 という音がします。多分雪が落ちたりして、それが車輪に当たったり、まあ、あとは列車がなんか雪を踏みつけたりとか、そんなことをして音を出してるんじゃないかな。これもまた普段東京の電車に乗っていては聞くことのできないものです。ちょっとさっきからミシミシ音がしているの分かりますかね。もう窓の外がホワイトアウトですよ。これは吹雪なのではなく列車が雪を巻き上げているからです。高い石積みの鉄橋、これもまた
素晴らしいですよね。一体どこで録画をやめればいいのかよく分かりません。トンネルの中がもうちょっとした休憩ですね。また次の景色がずっとどん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 出ていると楽しむのに疲れてしまいます。越後湯沢というのは本当にすごい場所でね、行くだけで満足してしまうんですよ。そこに行って何をするかとか考えないで、往復の道中だけで十分素晴らしく楽しいですね。右も素晴らしければ左も素晴らしい。なんですかこれは。ちなみに越後湯沢までの乗車券は片道3500円ほどで、青春18切符のシーズンであればもっと安くなります。まあ、青春18切符なら往復2500円で行けちゃいますから超激安なんですけど、ディズニーランドのアトラクションより待たずに乗れますからね。しかも4時間ぐらい乗りっぱなしのアトラクションですよ。しかし今日は思ったより条件のいい日に来たな。出発するときにね、越後湯沢の天気を見たら曇りの雪みたいな、まあ、そんな感じだったんで、ああちょっとどうかな、雪晴れの方が天気良くてね綺麗なんじゃないかなと思ったんですが、雪の天気の日もいいな。そしてもうすぐこの旅で最初のスキー場が見えてきます。右側にありますね。私もここで1回だけ滑ったことありますけど、湯沢中里スキー場です。駅直結の便利なところ。ここからは新幹線に乗り換えるためのスキー客が何人か乗ってくるので、さっきまでのようなガラガラではないかもしれません。誰も乗ってこないな。結局お客さんは乗ってきませんでした。お客さんが乗ってくると、まあ、ドアがその分だけ、乗るお客さんがボタンを押して開けるという方式で、寒いですからね、雪国の電車は必要もないのに窓ドアを開けるということはしないのです。ちょっと一番前のところまで行ってみますか。この列車のまた別の楽しみを多分見つけられますよ。 The next station is Iwakura Skiing Ground. The doors on the right side will open.さて、岩原スキー場前というね、すごい味のある名前の駅を過ぎると次の駅が越後湯沢です。新幹線のやってくる駅ですので、この駅から乗り換える新幹線の案内もしています。ここまで東京から新幹線で来れば1時間程度で着いてしまいます。まあ、それも悪い話ではないんですけど、でもね、こういう上越線で山を越えたり途中の駅で乗り換えたりしながら来るという方が沿線を楽しむことはできるかもしれない。越後湯沢は現地を巡るのもよし、ただ往復を楽しむのもよし、だからこういう電車で行ってね、現地を泊まって楽しんで帰ってくるっていうのが一番いい楽しみ方なのかもしれないですね。越後湯沢に着きました。気温は0度です。だから自分の降りたドアは自分で閉めて降りた方がいいですね。あそこ今ね、お客さんが誰か乗ってきてその後開けっぱなしになってたんですね。で、車内にいた近くの人が寒いから多分耐えかねて閉めたんだと思いますが、ああいう風な開けっぱなしはね、あまり良くない。まあ閉めろということは JR から言われてないですけど、まあ、閉めた方がいいと思いますよ。この越後湯沢は温泉地、そしてまたスキーのリゾートとして知られていて、早速駅前というかホーム上ですね、ホームの上に温泉が湧いています。これもうちのチャンネルで何度も紹介しましたが、冬の方が絵になりますね。こんな温湯がもくもく湧いていて。今日はスキーはしません。そんなことしたら疲れて帰り勉強しないで寝ちゃいますからね。乗ってきた電車、後ろの顔も真っ白になってましたね。前はもっとすごいことになったかもしれないな。見ておくべきだった。ちょっともったいないことをしました。あ、後ろも自分の巻き上げた雪がへばりつくから、前よりも後ろの方がすごい顔になってるってことの方が多いんですけどね。さっきも紹介しましたが、線路と線路の間、この冬の時期には水を流すということをしています。これも雪国特有。どこに水を流す源があるのかな。まあ、ここで流すのが目的っていうよりは、線路と線路の間のポイント切り替えをするところが凍結してしまうと困るんで、
そこに水を流したものがこっちまで来てるんじゃないかと思います。これね、確かね、暑いんですよ。あ、そんな暑くないな。暑くはないけど、こういう苔があるって何回も紹介しましたね。これね、これどうなんだろう、汚くないのかな。ちょっとこうモワモワすぎるんだけどな。あれやっぱ暑いわ。ちょっと今ね、14時15分なんですけど、上野駅を出たのが、朝の10時15分でしたから、まあ、ちょうど4時間ですね。ここからすぐに折り返して帰ったとすると、まあ、要するに6時過ぎに着くわけですが、まあ1、2時間ぐらいできたら滞在したいな。どれぐらいいられるのかな、ちょっと時刻表があるから見てから帰りましょう。さっきも言いましたように、新潟県と群馬県の間、県境を抜ける列車はもう1日に数本しかありませんからね。みなかみ方面は越後湯沢から次に出るのは15時8分、これに乗らないとその次は6時前までなくなっちゃうのか。38分か、あと1時間もいられないのか。なんだもうね、1時間もいられないの、ちょっとなんかもったいないような気がしますけど、でもここまでもう電車から素晴らしい景色を楽しみましたから、往復分の運賃の元はよく取りました。温泉に入って帰りたいな。今日はね、絶対に新幹線は使いませんよ。急ぐ旅じゃなくて電車の中で勉強することが第一の目的だったんですからね。越後湯沢はもう超スーパースキーリゾートです。新幹線使って世界外国からもお客さんがたくさんやってくる、そんなところですんで、駅もとても開発されていて、中でいろいろおいしいものを食べる、まあ、そういう楽しみ方があります。そしてここは温泉地ですから、もうお湯がですね、駅のすぐ脇にもたくさん湧いていまして、温泉に浸かるのはなんということはありません。ところで新潟県といえばお米、お米といえば日本酒、お酒です。お米が美味しいところのお酒も美味しいとされております。新潟県は米どころであり酒どころです。まあ、しかし私は特にアルコールを飲むという習慣はなく、そんなに好きではないんですけどね。でも日本酒の匂いってね、とっても素晴らしく好きですよ。そういう人にね、ちょうどいい温泉があるんですが、このなんかみんなに迷惑をかけそうなね、ビール瓶を掲げているおっさんとか床で、これ大丈夫かな、救急車呼んだ方がいいんじゃないかなみたいな。あ、腕の怪我を治療中です。だってかわいそうですけどね。まあ、この人たちが、目印になっているポンシュ館という建物の中、酒風呂与の沢とか書いてあるんですけどね、お酒を入れた温泉、かなり日本酒の香りがする越後湯沢の温泉があります。これが邪道とされるのかどうか私にはよく分かりませんが、結構珍しくて面白いと思います。これね、源泉かけ流しでやってるって、これが素晴らしいと思う。この手の風呂ってね、お湯があんまりたくさん取れないんで、源泉かけ流しにできない代わりにお酒混ぜたりとかでごまかすのが、まあ、多いんじゃないかなという印象なんですが、ここはね、あの源泉かけ流し、沸いてきたものにお酒を混ぜてそのまま流すということをやってるみたいです。料金がちょっと高いんですが、まあ、ちょうど私もタオルは持ってないので、タオルのレンタルとかの相場と比べるとむしろ、まあ、安い方に入るのかな。お風呂も上がってポカポカですと言っても、まあ、私見た目からではね、あの風呂に入ったかどうかもはや今わからない髪の状態になってるかなと思うんですが、帰りの列車が出るまでまだあと20分あります。20分あればいろいろできます。時間のかかることから先に片付けましょうかね。このポンシュ館は基本お土産屋さんなんですけど、すぐ食べられるものも売っています。あのおにぎりは人気があるんでね、いつも待たされるんですが、今日はそうせずに済みました。多分平日だからってなると時間的に3時なんで、おにぎりを食べるような時間じゃないんですよね。はい、じゃあスイカでお願いします。よし、じゃあもう帰りますけどね、時間ギリギリのところでこんなものを買いました。ちょっとさっき私がストローを刺すときにミスって崩壊してしまって、そしてまたあのちょっとね、新幹線の切符の買い方がわからない中国人の人に教えてあげたりして時間がかかりましたんで、あのその間にちょっと溶けてしまったんですけど、これはね、溶けても美味しいという素晴らしい食べ物なんですが、飲み物というべきかな、麹ラテフロートというものです。麹ラテというものがね、あのまずそもそもさっきの温泉の出口のところに売ってるんですよ。まあ甘酒と牛乳をあの足して割ったような、そんな感じのものなんですが、そんなに甘くはないでね、また溶けてしまうっていうこともあると思うし、実際溶けてるんですけど、もともとの飲み物がそんなに甘い飲み物じゃないんでね、ソフトクリームがちょっと溶けたぐらいの方が甘みが加わってちょうどいいんですよ。で、飲んでる間にだんだん味が変わってきてね、これも結構好きですね。じゃあ早速帰り道で飲み食いしたらまた勉強を始めないといけません。きっと水上駅の手前あたりでそうするようになるんだと思います。
また県境の駅土樽に行きました。これからまた群馬県に戻ります。県境のトンネルに入りましたが、まだこれを食べていませんね。爆弾おにぎり、これはね700、いや690円だったな。結構大きくて1個でお腹いっぱいにもなります。食べ方の指南でこのままかしりつくもよし、お箸を使って食べるもよしみたいな感じだったんですけど、箸を使った方がね食べやすいと思いますよ。で今切り開いてみましたけれども、中身は明太子にしました。中の具によって値段が変わります。一番安い塩むすびは300円ぐらい食べられたんじゃないかな。新潟県のブランドのお米、南魚沼のコシヒカリです。まあ南魚沼産のコシヒカリっていうのは、それもまたいろいろピンからキリまであって、全部が高級なお米ってわけじゃないらしいんですが、まあ、しかし日本で有名なお米の産地ではないですか。これね、全部食べましたけど、すごいお腹いっぱいになるな。多すぎるな。いや、おにぎりだけとかね、それからさっきの麹ラテ、フォードだけとかだったらいいんですけど、両方一気に取るとものすごい量の炭水化物を摂取したような気がしますね。水上を出るとね、もう早速申し合わせたかのように雪は減ってきて、その代わり今山の向こうに太陽も姿を見せ始めました。まあ、今日関東平野は1日快晴ですんでね、それに対して越後湯沢周辺は1日普通に雪だと。まあ、皆さんもご存知の通り、関東は通常冬のこの時期、西高東低の気圧配置というのを知られてますけれど、それによって基本的に天気は悪くならない。まあ、それに対して、日本海側についてはもう大量の雪が降るということになっていて、1回の小旅行で2つの気候を楽しむことができる、これもまた大変面白い日本ならではの旅なのかなと思います。まあ、海外にもこういう場所いっぱいあると思いますけどね、日本を知る旅としては最適です。列車がどんどん南へ向かい、もう私がこの喋ってる間にも刻一刻と雪は減ってきています。すごい大きな変化ですよね。ずっと温泉上がってから前開けっぱなしだったんで今閉めているんですが、乗り換え本当は3分しかなかったんですけども、急ぐ必要がなくなりました。だからね、東北本線の赤羽駅で人身事故があったとかで電車がしばらく動かないんだそうですね。やることないんで出入りする群馬県の電車なんか見るわけですけど、昔東京で走ってたやつですよ。かっこいいですね。他の電車が運休してしまったんでね、みんなこの電車に集中するからいつもよりもかなり混んでいます。もっと後の電車待てば空いてるかもしれないですけど、あと40分ぐらい高崎で待つっていうのも嫌です。行き先の、まあ、グリーン車に乗っちゃってもいいでしょう。上野駅まで1000円、処理中です。ありがとうございます。電車が一つ運休してしまって、そしてまた時間も遅れたので、本当に大勢のお客さんが私の乗っているこの電車に乗り換えてきました。だからね、もう普通車は相当混雑しましたよ。さっさとグリーン車に決めて座っといてよかったです。また関東平野を走る路線に戻ります。ドアの開け閉めはボタン式
さっきまでとはもう全然眺めが違いますよね。スピードもさっきまでとは全然違いますけど、夕日はすっかり沈んでしまいましたが、山際がオレンジ色になっているのがとても美しいですね。素晴らしく綺麗な川を渡って、今群馬県から埼玉県に戻りました。列車今埼玉県の本庄駅まで来たんですが、この駅でねもう前方に列車があまりにもたくさんいて進めないので、しばらく止まるしかないということです。駅員さんから案内がなされていました。で、ね、本庄駅にはあそこ前から気になってたんですけど、ホーム上にねあの昔ながらのお蕎麦屋さんがあるんですよ。行って前から食べてみたい。しかも生蕎麦美味しそうですよね。しかしさすがにいつ動くかわからない列車の中に荷物が全部置いて蕎麦食べに行くってのはちょっとそれはないよな。うわ、普通車もめちゃくちゃ混んでるな。これよかった、やっぱグリーン車にしといて。蕎麦屋の下見だけすることにしました。こういうところはね持ち帰りの容器を用意してくれていて、列車の中に持って帰って食べるということもできるんですけど、紙丼の提供は終了しました。ということで持ち帰りはねできません。なんならお店の人もいませんでした。すぐ戻ります。5分くらい、5分後には列車が動き出している可能性が高いですね。自販機で飲み物を買うぐらいにしておきますかね。このねルイボスティーっていうお茶はおすすめですよ。なんたってまずいんで飲む気にならないんですよ。あの私トイレが近いんで、ついついねお茶とかそういうのを、まあ、飲むと飲みすぎてしまう。水でもそうなんですが、本当に飲みたい時にしか飲む気にならないですからね。飲み物の節約になります。まずい飲み物も使いようですね。今橋を渡って東京都北区赤羽まで来たんですが、上に抑止って書いてありますよね。もうあまりにもね列車が遅れまくって、この先全ての駅の全てのホームに列車が止まっていて、もう全く入る場所がないんだそうです。これ45分って出てました。列車の行き先も上の駅に変わってしまいましたしね。なかなかこんなに遅れるってことは本当ありませんよ。さっきね車掌さんも慌てて、この先全ての列車にホームが停車しております、そんなこと言ってました。そりゃ全部の列車にホームが停車したら大変なことですよね。まあ別に暇なんでね、勉強する時間が増えるだけですから、全然そんな遅れようがどうしようが全然関係ないんですけど、さらに言えばもうお腹もいっぱいでね、さっき食べたおにぎりあれが多すぎましたから、もう全然夕飯を食べる気にもなりません。上野駅まで帰ってきました。本当は、ね、上野に着くところとか動画に撮りたかったんですけど、駅の上があまりにも混雑しててね、全然動画を撮るという感じじゃなかったのでやめてしまいました。もうものすごく列車も遅れてですね、私勉強してたんで気づかなかったんですが、70分遅れ、要するに1時間10分遅れて上野駅に到着したそうです。まあ、別に勉強時間が増えるからいいんですけどね。さっき赤羽が45分だったのに、そこから先でまたさらに待たされていたようでした。雪を見に行って温泉使って帰ってくるだけでこんだけ満足できる、これ素晴らしいことです。東京から行くんであればおそらく越後湯沢が、それをするのに最もふさわしい場所かなと今のところ思っております。まだ勉強した結果、他にもっと素晴らしい場所が見つかったりするかもしれないですね。今回使ったお金に関しては、ね、最終的にまたいつものように出そうと思うんですが、まあ、しかし、ね、多分1万ぐらいしかかかってないと思うんです。1万円まあ超えたかもしれない、そんぐらいですかね。1万円で日帰り旅行ってのは贅沢な部類に入るかな。いやでも そんなことはないと思う。それにしてはね、体力も使わないしね、体力それからお金の面でコストパフォーマンスの良い旅行をご紹介できたと思い大変満足しております。じゃあ大体この辺にさせていただきますね。グリーン車にしといてよかったわ。しかし普通車で行ったらね2時間で普段1時間40分ぐらいで行くところが今日は3時間かかったわけですが、グリーン車に、乗るんだったら3時間になってもちょっと儲け物かなっていう感じすらしますからね。じゃあどうもありがとうございました。